深夜に来たぞ。くら寿司。一人でくら寿司来たねな。テレビ見て来ちゃった。いやー。すげえなー。じゃあなんか頼むか。変な皿に入ってんだ。なんか変な皿に入って来てる。ね。へえ、いつぶりだろう。おお、びっくりした。びっくりしちゃった。来た。シューって来た。シューって、ほら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 。すげえ。何感動してんだ、俺。いただきます。マグロ。私めったに友人と行かないからね。友人がね、魚嫌いだからね、行けないんだよね、あんまり。刺身でもダメみたい。甘くない。サーモン好きなんだよね、僕。サーモン好きなら美味しいわ、やっぱ。これ100円だもんな、すげえよな。100円だよ、100円。サーモン大好き。いいね。すげえの来たな。こうしてみると。行くよ。うん。おお。すげえ。すげえな。寿司屋のラーメンってさ、あんま頼まないけどね。いや、すげえぞこれ。ああ。こういう味か。あ、いけるわ。すげえの来た。ハンバーガーか。寿司屋のハンバーガーなんての今までなかったもんな。すげえ、食べるか。熱い、食べれへん、これ熱い。寿司屋のバーガーって新鮮やな。俺さ、フィリオフィッシュダメなんだろうな。やべえ、バーガーもラーメンも食ったらさ、もう腹いっぱいやわ。満身創痍になっちゃった。もう早く最後デザート食べて帰ろう。いや、もうダメだ、腹いっぱい。もう、結構量あったぞ。チョコケーキね。100円をケチる必要ないが、100円デザート好きなんだよね、こういう。この舌の残らない感じが一番いい。食べた。食べたな。じゃあ帰るか。美味しかった。